えー、見ていただいたらわかると思います。えー、まあパンパンです。渦美海生役を演じさせていただきました小西えとです、えー。本日は、えー、映画岡倉天キ完成披露舞台挨拶にご来場いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> えー、こうやって無事についに、えー、皆様の前にお届けできる日が来て、えー、本当に心から、えー、嬉しく思いますしこうなかなか。 見てくださるお客様と直接お会いできる機会ってないと思うので今日は僕自身も全力で楽しんでいきたいと思っておりますお願いしますでは昨日誕生日を迎えて誕生日の次の日にもう舞台挨拶っていうでは大平さんから一言を <laughs> はい、えー、檜山那智役を演じました大平彩香です、えー、映画初主演で初出演でもあるのできっと ほぼ皆さん、初めましてなんじゃないかなと思うんですけど。えー、こうして、皆様にお届けできる日が、迎えられて、すごく光栄に思っています。本日は最後まで、楽しんでいってください。よろしくお願いします。このお二人、お二人が、あの、那智と快晴イイという役を演じていただいたんですけれども。あのその、大人になった二人というのを、あの、佐野さんと武田さんが演じてくださったんですけれども。 いきなり大人の役ってすごく難しいと思うんですけど、あの大人の役を演じるに当たりという、当たるというか。何かあの注意されたこととか工夫されたことがあったら、佐野さんからではお願いします。そうですね。はい。えっと、でも、あの二人のパート、こう学生パートのところを、ちょっと見学させに。来てくださいました。そうですね。撮影現場に来たからって、はい。てっていうのがあったりとか、はい、武田さんとかとはね、一緒にこう。 エチュード勝手にやってみみるたいなこと言ったりエチュードやらてたんですかいや本当に衣装合わせとかでもお会いできなかったので本当に現場で初めましてでどうしようって思ったら佐野さんが「ちょっとエチュードで今からナチと改正として会話しよう」って言ってくださったのでもうそこから「今日夜ご飯どうする?」みたいな感じのそうでしたそんなことがあったんですそれ僕も今日初めて聞いたんでびっくりというか1時間ずっとで私が結構ありがとうございますありがとうございます さすがですさすがですねさすがっすさすがっすもう終わったんですけどね終わっちゃいま,す、ね、ましたちょっと <laughs> いやなんかあのセリフがない時でもお二人になんかあの結構今日何食べるっていうのでもうね、はい、あのペイクスリーぐらいまでやっても全部違うアドリブとかをやっていただいてああそうだったねあの餃子にするとかなんかもう自由にいろんな言葉があってあそう,そうそうまだ見てもらってないから<ー>まだ見てもらえてないからあ,あ,あんまり言っちゃいけないですよねそうそうそう <laughs> 結構あれ私トラウマであのシーンを毎回テイク化させてもいっでカットがかかったら監督にちょっと微妙だかもう一回みたいな何食べるみたいな感じになってたのね本当にまあそんなシーンがちょっとあるのでどこのシーンだったかっていうのを探していただくといいんですけどそれでそのんかもう二人のコンビがすごくもう出来上がってたのはそういうことだったんですねエチュードをやっていただいたってことそうですねあとあれだったよねんか一番最初のシーンが本当ラストのシーンだったんですよね確か。 そうですね。一番大変なところを最初からそうですよね。最初に取ったんですよね。でも、その時監督があのお二人見て安心しました。って、声かけていただいて、すごくこっちも安心しました。ありがとうございます。もうバシバシ切ってすいません。本当にあのね。昨日もありがとうございます。ありがとうございます。兄貴ありがとうございます。はい。 じゃあ次は映画初主演なんですね初出演主演じゃない主演じゃない重い重いびっりしたびっくりした初出演のじゃあ木村さんにまさかのはい映画どうでしょう映画初出演ということではい皆さん改めまして木村昴と申しまして今回ヒサロに勤めるフリーター役のですねフグタというキャラクターやらせていただきましたけどもいだからこう 俳優木村ですって言っていいんですよね、今日はね。全然言ってください。嬉しい。全然言ってください。スクリーンデビューって言うんですかこういうのが。うん、ええー。じゃなんで僕のスクリーンバージンをですね、<laughs> 今日は皆様に奪っていただけるということで、<laughs> 光栄でございます。ありがとうございます。あの、非常に現場が明るく楽しかったので、はい、あの、とても、あの、記念すべきなんか映画になったかなっていうふうに思いますし、あのー、 アニメの映画とかってやっぱり撮ってから、はい、まあ長いものもありますけれども、うん、基本的にはまあ半年未満くらいで放映になりますから、うんはい、あの撮影してからまあ約1年くらい期間がたってるじゃないですかそうです去年の9月ぐらいに撮影をしてるので,うです、ね、もうだいぶそうですよね経ちましたね。撮影を終えてから完成までこんなに待ち遠しく待つものなんだなっていうのでなんかこれも初体験でとっても楽しかったです、ね。 ありがとうございます。はい、ですからご覧くださる皆様はですね、まあ、約1年前の木村をご覧いただくわけですから、<laughs> えっ、ーえー、と<ょ>今の木村をちょっと覚えておいてくださいよ <laughs>、えー。よろしいですか。えー、見ていただいたらわかると思います。えー、まあ、パンパンです。<laughs> すみません。ごめんなさい。撮影終わってから激痩せしたんで、あのすごいもうスクリーンに映ってるフーダはですね、だいぶわがままボディです。はい。笑わないでください。<laughs> なのでそこも楽しみにご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。はいはいありがとうございます。新内様はあの映画初出演、はい、ということでですね。そうなんです。はい、なので私もこれ言わせていただいていいですか。はい、どうぞあ、女優新内舞です。よろしくお願いします。はい、<laughs> いやーでもほんいやありがとうございます。いや本当にその初めて出させていただいて右も左もわからない感じだったのでなんかシーン的には本当に、はい。 あの主演のお二人と木村素昴さんが多かったんですけども、皆さんには本当に支えていただいて、なんかどうにかなんかやるこやりきることができたなと思っていて、もう本当に完成したのを先に見させていただいたんですけれども、私その演じてる時にカメラが30メートルぐらい向こうにあるんですよ。だから本当に撮ってんのかな？って思ってたんですけど、撮ってます。<laughs> あの完成した見たら結構。 アップ目だったんで、びっくりしたんで、そういうのもなんか初めてだったので、すごく貴重な経験をさせていただきましたし、この作品が初めてでよかったなと思います。はい、ぜひ楽しみに見てってください。ありがとうございます。